ディラン・トーマスは、アイルランドの競争馬である。芝の中長距離を得意とし、アイリッシュ・ダービーや、キング・ジョージ6世・ロクセイクイーン・エリザベス・ステークス、外戦門賞に優勝するなど活躍した。2007年度カルティエッショー年度代表馬、最優秀小馬ハン・半ネに、チェバリー・パーク・ステークスを買った、クイーンズ・ロジック・ー妹に、イギリス戦ギニーを買った、ホームカミング・クイーンがいる。 デビューから2連勝で初重賞挑戦となったオータムステークスでは単勝一番人気になるも勝ち馬から首差の2着と赤敗。初 G1 挑戦となったレーシングポストトロフィーも6着と惨敗した。しかし距離を伸ばした翌2006年初戦のダービートライアルステークスで初重賞制覇するとダービーステークス3着を挟んで挑んだアイリッシュダービーで初 G1 制覇を挙げる。 インターナショナルステークスでは4着と凡走したが続く、アイリッシュチャンピオンステークスでも、除血、ウィジャーボードを破り、G1 勝ち数を2に伸ばした。この法人営は、アメリカ遠征を行い、ブリーダーズカップクラシック参戦を視野に、入れそうの前哨戦として、ジョッキークラブゴールドカップに出走したが、初のダート戦であったこの競争では勝ち馬バーナーリに、ラに全くついていけず、 32馬身1、4差も離された最下位の4着に大敗してしまう。この結果からブリーダーズカップクラシックへの出走は断念され、帰国して休養に入ることとなった。体制を立て直した2007年は、初戦のリステッド競争、アレッジドステークスで圧倒的な一番人気に応え3馬身差の解消。続くガネーショーでも勝利した。その後は、 タタソールズゴールドカップ、プリンスオブウェールズステークスで共に2着に敗れたが、イギリスの最高峰の競争であるキング・ジョージ6世、アンクイーン・エリザベスステークスでは4馬審査の解消。改めて実力を示した。次走のインターナショナルステークスでは、当年のエプソム・ダービー・カチューマのオーソライズドに1馬審査、届かず2着に敗戦したが、アイリッシュチャンピオンステークスでは、 史上初の連覇を達成した。続いて、第86回外戦門賞に出走する。当レースは3歳馬が有利とあって、レース前にはオーソライズド圧倒的に有利と言われていた。そのレースでは、最後の直線で馬群中断から力強く抜け出すが、最後に失速して、ユームザインに頭さまで詰め寄られるが何とか押し切ってゴール板を駆け抜けた。しかし、 社交したことにより、ソルジャー・オブ・フォーチュンの進路を妨害し30分近く、審議が行われたが、最後は着順通り決まり晴れて優勝が決まった。エイダン・オブライエン長教師に、初の外戦門賞勝利をもたらした。キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスと、外戦門賞の同一年制覇は1995年のラムタライライ。 コバとしては1五十八年のバリィーモス以来のことであった。しかし、同馬が公着にならなかったことに対しては問題になり、国によって異なる制裁に対して見直しを求める声も多かった。自走はブリーダーズカップターフに出走。しかし、イングリッシュチャンネルの5着と敗れた。これを最後に引退を予定されていたが、第二十七回ジャパンカップの招待を受諾し、 11月15日に来日した。来日後は、競馬学校で調整が続けられていたが、11月20日に、ウマウイルス性動脈炎の陰性が確認できなかったため、日本とアイルランド両国間の衛生条件上の規定により、日本への入国が許可されず、同競争に出走できなくなった。そのため代わりとして、香港バーズに急遽出走することとなり、 11月26日に、香港へ向けて出発した。12月9日に行われた香港バーズでは一番人気に、押されたが、レースではややで遅れて、道中後方に待機するも、直線での不利もあって、全く伸びず、ドクター・ディーノの7着と大敗した。2008年から、アイルランドのクールモアスタッドで、種子バ入りした。初年度の種付け量は5万ユーロ。 初年度3区は2011年デビュー。場名はアルファベット順で表記。車体はローカルグレードカタカナ場名に付されたは、本邦輸入場であることを示す。ありがとうございます。